今回は状態がちょっと濃いめの4番をこのキースターの年長キット買いました。とりあえずね、前回 Z1 のノーマルキャブのキースター買って結局何も実験してないんですけど、これでやります結局買って試してないから、かといってまた状態が悪そうなノーマルキャブをつけて直すってのもちょっとやだなって思ったんで、ただちょうどよく、まあ、他とキャブの状態が少し著しく悪いって感じがするので、じゃあ効果的にどうなのかなと。実際これセットで4400円なんで、まあ、送料込みで5000円ぐらいですけど、まあ、5000円って考えたら結構セットは豪華なんですよね。だからね、これ普通に安いです。セットでこれが売ってるって思うんだったら。なのでね、とりあえずじゃあこれで年長がどうなるかとか、一応ね、今回は一応全体的にもまあ濃いめというか、そんなになんていうのかな、濃くしなくてもよかったんじゃないのって感じがするから、一応今スロージェット全部42なんですけど、それ全部38にして、でメインはねとりあえず分かんないな、下げるかな。とりあえず、まあ、主に今回4番ですよね。やっぱ何やかんや焼け色がこれからなんですけど、6番ネッカ6番のプラグにしたらどんな焼け色がつくかっていうのまだこれからなんですけど、ただ実際8番で走っててもちょっと濃いめにプラグ焼けちゃうんで、じゃあ薄くしてもいいかなとか、実際やっぱこのキャブの口径がでかいせいだと思うんですけど、燃料を多く吸っちゃう、空気を多く吸っちゃうって感じで、実際なんかノーマルの数字だとしても濃いみたいな感じになってるっぽいんで、ちょっとその辺もまた下げてみようかなと。メインジェットはね、で 4番に関してはこのキースターの、あとねこれニードルが4本とか入ってるからどうしようかな、もしくは、まあ、何が消耗してるかって正直わかんないんですけど、例えば4番の次に今度1番が濃いのかなだと思うんですけど、2番3番はどんどんこのなんか中心電極の白身がなんていうの、ジェット下げるたびに増えてってるから、こっちはなんか解決する。1番がちょっとまだ濃いめの気がするから、例えばこの余ってるこのニードルを1番に入れてみるとか、そしたらなんか薄くなってとかすんのかなとか、ちょっとあくまでこれはやってみないと分かんないですけど、そういう風にこの4本セットなんで、まあもちろんこれ薄いやつから濃い、同じものが4本入ってるんじゃなくて、薄いものから濃いまでってやつが入ってるから、実質薄くしたいんだったら2本しか使えないんですけど、それがなんか使えたりすんのかな、使えてるなんていうかな、こう消耗してるものがあったとしたらそれと交換したら良くなってすんのかなとかって考えてるんで、だから4番はこれで まずはキットとして直して、で余ったニードルを1番につけるとかしてみようかなと考えてます。じゃあそんな感じで、キャブレターの方は4番の方にこうキースターの年長キットを組んでいきたいと思います。無事にキースターのキットを4番キットに、4番キットじゃない、4番キャブレターに組み込みました。とりあえずねこれちょっと外してて驚いた、あこのもう1本のやつはこの1番、この薄いやつ、キースターに入ってる薄いやつって2本入ってるんですよ、薄いもの、薄いニードルがね。こっちが一番細いじゃん太いか、一番薄いニードルと、その次に薄いニードルを1番に入れてます。なのでこうやって2本余ってます。であとプランジャーとかがこれ Z の純正のキャブとほとんど一緒の、なんていうのかな、プランジャーで、なんていうんだ、このゴムが結局ぴったりくっつかないと。でもこれの場合って燃料っていうより空気の通路だからね、空気の通路、あでもあれか、閉まってこれ引っ張るからね、まあ、閉じるってこと、まあ、閉じれなかったら結構空気が漏れちゃうってことなのかな。だからこれってね、なんていうの、これって上の方にあるじゃないですか、プランジャーが、ここに。だからなんていうのかな、こっから燃料、こう、ね、Z のところ、こっから燃料吸うじゃないですか、このプランジャーがこう蓋してて、こうやって。で、これの場合って上にあるから、上の方から、なんだろう、空気を遮断して、まあ、吸うとこ、こっちがなくなって、空気がこっちしか、燃料の方に一方通行になっちゃうから、こっちが多く吸われて、燃料濃くなるっていう仕組みなんですけど、まあ、Z のやつよりかは、トラブルが起きないようなやつ、まあ、一応とりあえずね、ついてたんで交換しました、新しいやつにね。まあ、この辺のジェットニードル、ジェット、これニードルジェットどっちか反対なんだけど、どっちがどっちかもう名前わかんない。ニードルジェットとかもこう交換したりとか、ホルダーも新しいのに交換したりとかして、まあ、もろもろ交換して、で、あとね、これ38番、スロージェット38番あると思ったら2個しかなくて、だから、中途半端なっちゃうからもう35つけました、4つとも。とりあえずね、薄いんだけど、まあでも全然最初の時、1回目の時普通に走れたじゃないですか、35でもね。だからまあ別に問題ないでしょうって思ってます。まあ薄かったら薄かったらまた変えればいいんで、38、2個しかないから2個じゃ注文しておきます。とりあえず、じゃあ、スロージェット35にしましたと、で、メインはね、ちょっと、やっぱプラグの焼け色が濃いめなんで、
なんかキースターとか組んだからって言ってもちょっと分かんないから、とりあえずあの70番台と80番台でこれもう1個ずつしかないんで、このケースとかでなんか4つ揃えてはないから、とりあえずそもそも何番で合うのかも分かんないから、とりあえずこの入ってる数字で75から80番ぐらいでこの4つだいたい入れてます。75から75、78、80、82とこだっけな、まあそんな感じ。今のところ持ってる低い番手で4つともやってます。なのでそれでまた試してみて、どっちが濃いのか薄いのかって言って、大体どの辺の番手が合うのかとか、大体どの辺の番手が焼け色良さそうだなって、あらかじめというか、そのある程度目星がついたらもう4つ均等までは多分無理だと思うんですけど、大体いいところでこうつじつま合わせはしていこうかなと思う。とりあえずね、焼き色の正しい焼き色が分かんないから。ただあのキースターの焼き色ってみんな共通っぽいですよね、あの説明書。まあそれ Z のとかでも見せてるんで、それ見てください。気になる人はこう焼き色のどんな焼き色がこう基準値でこう出るのかっていうのが説明書に書いてますから、細かいこと知りたい人はまた過去の動画とか漁って見てみてください。とりあえずそんな感じでキャブはこうでセッティング完了したんで、じゃあ次の走行テスト、こんな感じで組んだ状態がどうなるのかちょっと試してみたいと思います。